リブリソルは TLS SSL プロトコルのオープンソースによる実装である。TLS の実装にオパンスルを利用していたオパンブスドの開発者が2014年4月に明らかとなったオパンスルのハートブリード脆弱性を受けて独自にフォークしたものである。オパンスルのコードを見直し、よりセキュアな実装とすることを目的としている。 リブリスルはオパンスル1.01ブランチからフォークしたものであり、オパンブスドプロジェクトの標準 TLS ライブラリーとして利用されている。オパンスルのハートブリード脆弱性が明らかとなった後、オパンブスドプロジェクトではオパンスルのソースコードの監査を新たに言った。その結果、オパンスルをフォークし、オパンブスドプロジェクト自身によって管理する必要があると判断した。 libresl.org ドメインの取得は2014年4月11日、プロジェクト名の発表は同月22日であった。コードの見直しの最初の1週間で新言語によるコードのうち9万行以上が削減された。削減されたのは古く使われていないコードや古かったり現在となってはほとんど使われていないシステムのサポートのためのコードである。 当初、リブレスルはオパンブスド5.6において、オパンスルを置き換えることを目的としていたが、安定版を他のプラットフォーム向けにもバックポートして公開することとした。2014年4月現在、リブレスルプロジェクトでは、外部からの継続的な経済的な支援を求めている。6月5日、いくつかのオパンスルのバグが公開された。 いくつかのプロジェクトにはあらかじめバグの詳細が伝えられていたが、リブレスルには伝えられていなかった。オパンブスドプロジェクトのテオデラーは、オパンスルの開発者がこの情報を、意図的にオパンブスド及びリブレスルプロジェクトに伝えなかったとして非難している。6月20日、Google によって、オパンスルの新たなフォークとして、ボーリングスルが発表された。Google は、バグ修正に関する情報を、 リブレスルと相互にやり取りすることを表明しているほか、リブレスル側の要請に応じて、Google 自身によるコミットを従来のライセンスだけでなく、エスクライセンスで再ライセンスしている。6月21日、テオネラートはボーリングするを歓迎する旨を表明した、たプラットフォーム向けのリブレスルポータブルの概要を発表した。6月20日には Linux 向けの7月8日には、 OS10 およびソラリス向けのポートの準備が開始された。7月11日、ポータブル版のリブレスル2.0、が公開された。また、2.1、4以降は Windows にも対応している。リブレスルでは、メモリー呼び出しがオパンするで用いられていた、独自のものから、標準ライブラリーによるものに変更されている。これにより、 詳細なメモリデバッガーを用いたり、アスルー NX ビットスタックカナリアによって、プログラムのクラッシュを観察することで、バッファーオーバーフローを検出することが可能となる。CVS ログからは、潜在的な二重解放の可能性が修正されている、こともわかる。潜在的な問題を早期に修正できるよう、安全のために設計された、コンパイルオプションやフラグが規定で、有効化されている。 コードの可読性の向上や不要なラッパーやマクロの除去により、プログラムの正当性の検証やセキュリティ監査が良いとなっている。2038年問題にも対応済みである。疑似乱数生成器による乱数のシード生成もより安全となるよう改良されている。また、新しい暗号アルゴリズム、楕円曲線暗号にも対応している。SSL3.0 における、 脆弱性であるプードルの報告を受けて10月16日リリースのバージョン2.11より SSL3.0 を規定で無効化した。ハートブリードへの対応としてリブリスルから除去された最初の機能はハービー拡張そのものであった。また他のオペレーティングシステムやハードウェアアーキテクチャのサポートバージョン9までのクラシックな MacOS、ネットウェ OS に、オパンベムズ、16ビットの Windows など、不要あるいは安全ではないと考えられる。プリプロセッサマクロ、アセンブリ言語、C 言語、パールのための古いデモドキュメントファイルも除去されている。NSA によるバックドアが存在すると疑われているデュアル EC、DRBG は、これを必要とする FIPS140 からに標準と、共にサポートが廃止された。MD に、 SSL2.0、ケルベロス認証、パスワードオーセンティケイテッドキーエクスチェンジバイジャグリング、セキュアリモートパスワードプロトコルといった、使われていないプロトコル、安全ではないアルゴリズムのサポートも廃止されている。オパンスルに対する批判の一つに、報告されているにもかかわらず長年修正されずに、放置されているバグの数が挙げられる。リブリスルではこれらのバグの修正も行っている。 ありがとうございます。